んにちは。エゾエ活動チャンネルのたっくんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。皆さん、アウトドアしてますか？キャンプ、スノーボード、サーフスケートと僕らのチャンネルでも北海道でアウトドアを楽しんできました。どれもこれも非常に奥が深くて魅力的で、今更ながら説明することもないですよね。今回僕が提案したいアウトドアはフライフィッシング。聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。フライフィッシングというのは、主に魚が捕食する虫などをこういった鳥などの毛で作った毛針、つまりフライで魚を釣るアウトドアであり、スポーツのことです。個人的に言うのであれば、歴史があって哲学的で戦略的で、自然がますます好きになる。何よりキャスティングもそうですけれども、かっこいい釣りというのはもう間違いないです。フライフィッシングを聞いたことあるよ、知ってるよっていう方も、なんだかキャスティングが難しい、小難しいような釣りじゃないかとか、あとはお金持ちがやってるような釣りじゃないかという、そういったイメージをお持ちではないでしょうか。キャンプをしてちょっとしたスパイスということでフライフィッシングをするのもいいですし、もちろんどっぷり浸かるのもいいです。言いたいのは、日々の生活を離れて自然の中で魚を釣り上げることだけに集中する、そういった贅沢な時間を過ごしてみませんか？生涯最高の記憶に残る釣りをしませんか？フライフィッシング歴7年の僕が、分かりやすくこれから始めたいという方に向けて How to を、最短ルートでまず1匹釣れるように全力でサポートします。フライフィッシング実際に今やってるよって方には、北海道のフライフィッシングの魅力をお伝えしながら、動画を見てこうしたらもっといいのになというコメントをお願いいたします。ぜひ一緒に盛り上げていきましょう。次回の動画ではフライフィッシング歴7年の僕が実際に使っているものを見ていただきながら、必要な道具を紹介していこうと思います。少しでもフライフィッシングに興味を持った方、グッドボタンやチャンネル登録ぜひお願いいたします。以上、エゾヤヤ活動チャンネルのたっくんでした。また次回の動画で会いましょう。